山崎賢人は日本の俳優である。1994年9月7日に東京都に生まれた。2010年ドラマ熱海の捜査官に出演し俳優デビューした。2011年映画管制塔に主演し広く知られるようになった。2016年オレンジヒロイン失格での演技が認められ第39回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞した。2018年医療ドラマグッドドクターでの演技が素晴らしく第98回ザ・テレビジョンドラマアカデミー賞主演男優賞を受賞した。またキングダム、オタクに恋は難しいなどの映画やドラマにも出演した。素敵な演技と爽やかな顔で人気俳優になった。